はい、というわけでですね、セッションを始めさせていただきます。よろしくお願いします。で今回は、行動を書かずに簡単設定が嬉しい、まあ、今ご説明あったと思うんですけど、あのワードプレスのカスタマイザー機能を使ったテーマとプラグインでウェブサイト制作の効率を図るという話題で発表します。発表者は、東京都北区十条にあるウェブ制作会社、株式会社アニマゲートの代表を務めております、今村と申します。皆さんどうぞよろしくお願いします。なんかハッシュタグの話で先ほどあのご説明あったと思うのでちょっと飛ばしますね。はい、今日お話しする内容はこの目次の通りです。まあ、カスタマイザーについての話と、まあ、実装例、テーマとプラグインに、まあ、カスタマイザー機能をどう組み合わせるのかみたいな話と、あとはそのやり方を、まあ、元にしてこうやって効率アップしていますみたいな、ご紹介と、あとはまあ主な活動をちょっと2つに分けてご紹介させていただきたいなと思います。はい、それではまず自己紹介からさせていただきます。僕の名前は今村哲也と言います。北陸にある富山県の出身で、現在は東京都北区の十条という場所に住んでいます。2006年まで、まあ、東京のある IT 企業の営業として働いてたんですけど、仕事内容としては主に企業や個人向けに、まあ、業務上で何か困ったことがあれば IT 導入して解決しませんかという、あの問題解決型営業とか提案型営業っていうのを行ってきました。なので僕結構開発者みたいな感じで思われることがイメージがある方がいらっしゃるんですけど、もともと営業でずっといますと。で、その営業の一環としてウェブサイト制作をパッケージ販売してましたので、ワードプレスを使ったウェブサイト制作のパッケージを作ろうかなと思って、勉強を始めました。まあ、それが2006年ですね。で、勉強を始めた当時のワードプレスの普及状況といえば、まあ、今ほど巷に情報がなかったので、2008年からは、まあ、自分なりに勉強をしてつまずいた箇所をまとめておいて後で見直せるようにしようという理由で、今村だけがよくわかるブログという技術ブログを立ち上げました。まあ、僕だけ分かってりゃいいやっていうブログですね。はい、でその後ブログに淡々と技術情報を書いてたんですけど、2010年頃からそのブログを返すお仕事をいただくことも多くなったので、まあ、家族や自分の、まあ、自分や家族のために、まあ、生活スタイルに合わせた仕事のやり方を目指そうかなと思いまして、個人として独立しました。で独立してすぐに法人化する予定をしていたんですけども、まあ、会社名が決まらないという理由で、まあ、ずっと先延ばしにしてたんですけど、それから6年ほど経った2016年に株式会社アニマゲートという名前で法人化して現在に至ります。ここで僕の主な活動についてご紹介しますと思ったんですけど、ちょっとスライドがすごくちょっと長いんで、ここ手短にお話しします。ワードプレス の、 公式テーマやプラグインを開発していて、で去年のワードキャンプ東京や、ワードベンチ神戸でお話しさせていただきました。で次いきますね。はい、直近の活動ではですね、まあ、現場のためのスイープト4という本を書きました。執筆しました。これ先週発売になったばかりなんですけども、まあ、ちょっとスイープトって、まあ、ちょっとワードプレスと全然違うじゃんって話だと思ってちょっとあれかなと思うんですけど、スイープトっていうのは初めて聞く方に簡単にご説明すると、まあ、iPhone などの iOS アプリを開発するために使用されるプログラミング言語のことです。なんですけど、実はこれワードプレスに関連する内容も書かれています。はい、ですね、実はこの本を読めばワードプレス REST API を使って iPhone で動くニュースアプリが作れるようになります。まあ、iOS ならではのその記事、最新記事をこう引っ張って更新するっていう方法とか、まあ、検索機能とか数値機能も実装することができますので、まあ、もしよろしければお近くの書店やネットなどでチェックしてくださいますと嬉しいです。もちろんサンプルコードもついてます。でこれこの本なんですけど、つい先日 Amazon のモバイルプログラミングのカテゴリー内で売れ筋ランキング1位を獲得しました。やったぜっていうことで、はい、すいません、ありがとうございます。でですね、新大阪駅内のリブロさんにもちょっと置いてありましたんで
しなきゃいけないっていうことで、やっぱこういうの大事なんで、はい、ありますよね。で、こうポップがあるんですけど、あれ僕自作して、あの書店員さんに渡しました。お渡しして、お願いしますって言ったら、あの書店員さんもいいっすよって言って、あの積んでいただいて、こう撮影も許可もいただいて、経済許可もいただきました。はい、まあ、もしよろしければ、あのお時間の都合がよろしければ、あのお帰りの際などに、あのお店立ち寄っていただいて、あのポップだけでも見ていただけたらなと思います。はい、じゃあすいません、長かったんですけど、ここからは本題のカスタマイザーについて発表します。ところでなんですけど、ワードプレスのカスタマイザー機能についてはこの部屋にいるどれくらいの方がご存知でしょうかという疑問はあるんですけど、まあ、難しいことを抜きにして大まかに説明しますと、カスタマイザー機能とは、ワードプレスの管理画面上でプレビュー画面を見ながら、感覚的にウェブサイトのカスタマイズができる機能のことです。で、カスタマイザーの画面っていうのはワードプレスの管理画面を開いて外観カスタマイズを選択するとたどり着けます。ここでカスタマイザーの画面の例をちょっとご紹介します。例えばワードプレスをインストールしたらデフォルトで用意されている2017というテーマがあるんですけども、このテーマを有効化した状態でカスタマイザーの画面を開くと、まあ、今スライドに映っているような画面が表示されます。左側の赤枠で囲まれた部分が操作する画面で、右側がウェブサイトのプレビュー画面で分けられています。ここであの操作画面を少し拡大しています。はい、カスタマイズできるパネル数やパネル名っていうのはテーマによって変わることがあります。他のテーマではパネルが多いかもしれませんし、逆に少ないかもしれないです。で、2017テーマの場合は画面に映っているようなパネルがあって、パネルを選んでカスタマイズを行うという操作をします。まあ、これだけじゃちょっとわからないと思うんで、具体的にどんなカスタマイズができるかというのをちょっと例をご紹介しますね。はい、例えば、タイトルとキャッチコピーの色を変えたいという場合は、色のパネルを選んでヘッダーテキスト名の項目の中にある、カラーパレットから変更することができます。で、カラーパレットで選んだ色がリアルタイムでプレビュー画面に反映されるので、変更を反映しなければプレビュー画面を見ながら何度でもやり直しができます。このやり直しができるっていうのはすごいカスタマイザー機能の特徴の一つで、とても便利だと思います。で、変えられるのは色だけではないです。画像の差し替えもできます。例えばですね、ヘッダーの画面をヘッダーの画像を変えたいという場合は、ヘッダーメディアのパネルの中からヘッダー画像の項目を探して、お好みで画像を差し替えることもできます。で、今ご紹介したようにカスタマイザー機能を利用すれば、色の変更を画像の差し替え、さらにはテキストの変更など、コードを書くことを最小限に抑えて感覚的にウェブサイトをカスタマイズすることができます。で、ウェブサイトの作り方によっては全くコードを書かなくても OK なこともあります。で、この感覚的に変更できるっていうのはとても特徴的で、まあ、ワードプレスはもちろんなんですが、パソコンの操作に慣れないお客さんには、まあ、好き勝手できていいわとか、何度でもやり直しできるしいいわという感想を持たれることが多くて、まあ、つまりお客さんにすごく喜ばれます。で、ちょっと話は変わるんですけど、ワードプレスではない話なんですが、巷ではコードを書かずにウェブサイトが作れるツールに人気が集まっていることをご存知でしょうか。いくつかそういったツールがあるんですけど、まあ、時間の都合で一つだけご紹介します。まあ、これはスタジオというツールなんですけども、まあ、これがまさにあのコードを書かずにウェブサイトを作ることができます。しかも日本製なので、操作性も日本人の感覚にあった設計をされてますし、用意されているドキュメントも理解しやすいです。ここで僕が言いたいことは何かというと、ずいぶん前から、まあ、そんな流れがあるなとは思ってたんですけど、もう世の中的にはコードを書かずにウェブサイトが作れることが、まあ、当たり前になりつつあるのではないかなと思います。そしてこの流れはどんどん進むのではないかなと思っています。つまり、ワードプレスじゃなくてもいいじゃんっていう判断をする方も増えていくかもしれません。で、ワードプレスはお客さんのその目的を満たすための手段の一つしかないんで、まあ、僕はそれはそれで OK だとは思っています。
ただ、そんな中でも、ワードプレスでもカスタマイザー機能をうまくお客さんに提供すれば、コードを書かずに、感覚的な操作体験をもたらすことができるのではないかと思いました。それがカスタマイザー機能をつけて納品するという今僕の会社でやっている制作スタイルにつながります。どういうことかというと、すごい単純なことです。これまでの、制作スタイルに加えてカスタマイザー機能をつけて納品しようという、ただそれだけのことですね、はい、で僕の会社でこれまで行っていた制作スタイルというのは、お客さんから要望があれば、テーマやプラグインを新しく作ったりカスタマイズして機能を追加していました。で、最近というか、ここ2年くらい前から取り入れた制作スタイルっていうのは、カスタマイザーで提供した方がいいなと判断したものをカスタマイザー機能で実装して、お客さん自身で更新管理ができる箇所を増やすことに重点を置いています。それがお客さんに対してより満足度の高いサービスを提供することにつながると私は考えています。じゃあここで言う、どういう政策を行っているのかっていうのを例をご紹介します。例といっても、これは実際にお客さんからいただいた回収依頼なんですけど、ワードプレスで作ったブログのトップページを最新記事がただ並べられているだけじゃなくて、もっとオリジナル性を持たせたいという依頼がありました。で、トップページでやりたいことを洗い出した結果、画面に映っているあの5つの要件を満たす必要がありました。で、今までならこれらの要件を満たすために、お客様自身でではなかなか手を入れられないようなカスタマイズを加えていました。なので、例えば変更したい場合は別途依頼くださいみたいな流れを作っていました。ですけども、カスタマイザー機能を応用すれば、この5つの要件は、全てカスタマイザーで提供できるなと思って、実装して提供しました。お客さんは今まで通常の運用業務として、記事やページの作成のみを行っていて、画像や新着情報の件数を変えたいとか、そういう場合は別途依頼してもらう必要があったんですけども、カスタマイザー機能を提供することで、お客さん自らが、更新管理できる箇所を増やすことができました。しかもカスタマイザーは何度も出てきましたけども、感覚的に操作が可能なんで、まさにあのページを見ながら好き勝手いいわという嬉しい感想をいただくことができました。ですけども、僕が体験したケースですけど、どんなに感覚的にできたとしても、時間や技術的な都合でお客さん自身で更新管理ができない場合があります。例えば時間的な都合でできないという場合は、更新管理の作業を、運用保守業務の代行作業として有償で受ければいいと、僕は思っていますと、そういうふうにやってます実際、はい、でカスタマイザーで作っておけば、カスタマイザーで操作すればいいので、コードを書かずに作業を進めることができます。でこれは運用保守の効率化ができていますよね。また、技術的な都合でお客さんが更新管理できないのであれば、サポートの一環として操作教育を実施すればいいと思います。でこの操作教育もパッケージ化してオプション販売するのもいいと思います。実際私のお客さんの中にもこのオプションを利用してくれてる方、お客さんもいらっしゃいます。でここからはカスタマイザー機能を実装したテーマについて一つ例をご紹介します。今ほど話していたようなカスタマイザー機能を追加して納品する制作スタイルを何件か続けていくと、あることに気がつきました。あれ？毎回同じようなカスタマイズを依頼されてないかと思うようになりました。例えばヘッダーやフッターの色とか、ロゴ画像の差し替えなどの設定とか、ウェブサイト全体の幅やレイアウトなどっていうのは、もう毎回毎回そういうカスタマイズを加えるというか、やっぱ多かったんですよね。なのでよく行っているカスタマイズ箇所を可能な限り詰め込んで、カスタマイザー機能をうまく活用して、制作はもちろんですけども、
運用や補修をしやすいテーマを作ってしまおうと考えました。その考えを形にしたのが、僕の会社で作ったワードプレスの公式テーマとなっている、錦テーマです。錦テーマでは、ウェブサイト制作で行うカスタマイズをカスタマイザーに集約しました。テーマを公開した当初は約80箇所ほどカスタマイザーで設定できる項目を用意しました。その後バージョンアップを随時行いまして、最新バージョンだと100箇所以上あると思います。ちょっと数え切れてないですけど、確実に100箇所以上はあります。とは言っても他の方のセッション聞かれた方はなんとなくなんかフレーズ聞かれたこともあると思うんですけど、別に機能が多いからいいっていうとかそういうわけじゃなくて、この意識も別に機能の多さを売りにしているわけではないんです。あくまでも、用意しておくと制作はもちろん運用保守業務がかなり効率化できるという基準で実装した結果、100箇所以上やっぱり必要だよねっていうことになりました。で今後も、多少追加することはあるんじゃないかとは思います。で具体的なカスタマイズ箇所については、テーマの専用ページがあるのでそちらでご参考ください。ちょっと URL 書いてないですけど、テーマの公式テーマなんで、公式テーマのサイトを開くとテーマページみたいなのがリンクでありますので、そこから見ることができます。はい、で、コードを書かずにどれだけのことができるかというと、ちょっと一例をご紹介します。はい、今画面に表示されているものは錦テーマのデモサイトの一つで、飲食店向けのカスタマイズもできるよっていうことを示すために、レストラン用のデモサイトを公開してるんですけど、そのデモサイトの一部を表示した画面なんですけども、これはコードを一切変えていません。ウェブサイトのタイトルやヘッダーの色や検索ボタンやメニューのほか、背景画像、背景の上に重ねる色、2枚の画像をテキスト、リンクボタンのテキスト、リンクボタンの色など、これらは全てカスタマイザーで設定できます。はい、では次の例いきます。同じくそのレストラン用のデモサイトの一部なんですけども、例えばレストランが、特にお勧めしたいサービスがあったとします。この画面の例だと、例えばですよ、リラックスルームがあるよということをアピールしたいとするじゃないですか。で、リラックスルームにはそれぞれどんな設備があるのかをアイコンとリード文で紹介しています。で、気になった方は詳細ページを見てねってことで、詳細ページを誘導するリンクボタンも設置できるという作りになっています。これもコードを一切書いていません。全部カスタマイザーで設定しました。このような実装をするときは、一般的にはコードを書くとは思うんですけども、カスタマイザー機能をうまく活用すれば、このようなご紹介したデザインもコードを書かずに設定が可能です。ということで、用意されたカスタマイザー機能と制作したいウェブサイトの要件が一致すれば、制作効率を上げることができます。で、その要件を一致させる可能性を高くすることを目指しているテーマが錦テーマということです。というわけでテーマの実装例をご紹介しました。次にプラグインとしてカスタマイザー機能を提供する実装例をご紹介します。今ほど紹介した錦テーマには、専用の統合プラグインというものがあります。プラグインの本体は無料で、拡張プラグインを有料で提供しています。プラグインの本体は基本機能がついてまして、基本機能は無料で利用できます。基本機能はどんなことができるかというと、 JavaScript 読み込み位置を変更するテーマの最適化や、ヘッダー・フッター付近にお好みで JavaScript を入れられるスクリプト追加や、著者別に各種ソーシャルアカウントの表示ができたりするユーザー設定機能が使えます。なので、ブログとかやられてる方はちょっとピッと来られた方もいらっしゃるかもしれないですけど、テーマとプラグインの基本機能だけ使っても、例えばですが、Google AdSense などで、収益化ができるウェブサイトを立ち上げることができます。で、有料の拡張プラグインについてはですね、プラグイン本体に、欲しい機能を選んで組み込んで使います。今のところ5種類の拡張プラグインがあります。
で個別に買う方向けに作ったんですけど、プラグインのまとめ買いができるようにパッケージ化してほしいという希望があるので、また大分開発中です。で、拡張プラグインを導入するとどうなるかというと、カスタマイザーの画面にオプションパネルが追加されます。で、それぞれ拡張プラグインごとに利用できるパネルが追加される仕組みになっています。で、今日、他の方のセッションをいくつか聞かせていただいて思ったのは、このワードキャンプ のテーマにもなっていると思うんですけど、ビジネスに関係する発表されている方がやっぱ多かったように感じますので、僕もちょっとビジネス寄りな話をします。この拡張プラグインですが、じわじわと売れてはいます。で、特に、僕あんまり想定してなかったんですけど、ソーシャルアカウントとアナリティクスのプラグインが思った以上に売れていますと。で、実は同じような機能を持つ無料プラグインは探せばいくらでもあると思います。例えば、シェアボタンの表示とかは、探せば見つかりそうですよね、すぐ、ですけど、テーマ専用プラグインということで、テーマのテイストに合ったデザインや操作性などを一番理解しているテーマ開発者が作っているプラグインだからという理由が売れる要因の一つではあると思います。もう一つの要因としては、サポート体制の充実が挙げられると思います。プラグインを購入してくれた方には、購入者専用のサポート窓口を用意しています。テーマに関しては月額会員制で、このサブスクリプション、今流行りのですよね、サブスクリプション型と、あとチケット制っていうのを組み合わせた、サポートビアというサポートを販売するウェブサイトを運営しています。カスタマイザー以外の話にも通じるかもしれませんが、テーマとプラグインを活用してカスタマイザー機能を販売したり、運用保守などのサポートを販売するビジネス形態もあるんだよということをここでは言いたかったです。ということで、ここからはちょっとまとめに入ります。カスタマイザーのコードは他の案件でも有料することができるので、コード削減につながります。なので、過去の案件で使用したコードをテンプレート化しておけばいいですね。あとはこれまでは画像のアップロード機能を管理画面に組み込む場合は結構いろんな処理を入れないといけなかったんですけど、カスタマイザー機能で画像のアップロード機能を提供すれば、複雑な処理をカスタマイズ API に任せることができるので、工数削減につながります。で、削減した工数っていうのは、私の場合だったらサポート体制の強化とか、新しい製品やサービスの開発などに費やすことができます。というわけで効率化できていますね。で、ここまでお聞きいただいた方の中には、画面に映っているような疑問を持った方もいらっしゃるかもしれません。例えばですけど、カスタマイザー機能を提供して、お客さんが自由にカスタマイズできる環境が整ってしまったら、今まで受けていた運用や保守の仕事が減るんじゃないかなと懸念する考え方があります。この考え方の背景にあるのは、お客さんとつながっておく手段として運用や保守業務を受けているからで、そのつながりがなくなっちゃうじゃんという考え方が元になっているからだと思います。で、これに対する一つの回答ですが、今までのやり方でいくのも一つの考え方だと思います。別にカスタマイザー機能なんて実装しなくていいよね、やんなくてもいいんじゃないっていう判断をする方もいらっしゃると思います。ただ、切り口を変えることはできると思います。例えばコンテンツの作成支援です。画像を例にして説明しますね。すごい単純なことなんですけどね、カスタマイザー機能で更新管理できる仕組みがあるけど、いい画像がないとか、撮影や加工の技術がないという理由でうまくウェブサイトの運営ができてないお客さんもいます。で、そういった方に対しては、写真撮りますよとか、素材作りますよというアプローチができると思います。この作業を運用保守業務としてパッケージ化してオプションを販売するというビジネス方法もありますよね。ということで、カスタマイザー機能を採用したとしても売り方ってあるって、いくらでもあるんじゃないかということをここでは言いたかったです。もう一つちょっと素朴な疑問がある方もいらっしゃると思うので例にしますね。カスタマイザーを使うよりもコードを書いた方が早いんだけどという制作者の方もいらっしゃると思います。
まあ、これはそこそこ明確な回答ができるかなと思うんですけど、カスタマイズした内容をお客さんに確認してもらう時のことを想像してもらえると分かりやすいかもしれないです。プレビュー画面を見ながらできる感覚的な操作体験っていうのはとても強力だと思います。例えばカスタマイズした内容がお客さんのイメージに合わなかったらどうしますか？お客さんからヘッダーの画像を赤色がいいなと伝えられて、制作者が赤色に変更したとします。これでイメージがぴったりならいいんですけど、たとえカラーコードで厳密に指定されてたとしても、まあお客さんのイメージと合わないことの方が私の体感的には多いような気がします。お客さんは出来上がったものを見ないとそれがいいのか良くないのかっていう判断がつけられない方の方が多い気がします。まあ、これも体感的ですけどね。僕もその中の一人で、自分の専門外のところっていうのは、物を見ないと、実物を見ないと全くこれがいいものかどうかっていうのが判断できないタイプの人間です。なのでもしカスタマイザーで提供しておけば、お客さんから依頼された赤色がイメージと合わない場合でも画面を見ながらお好みで変えられますよと案内することもできます。やり直しもできますからねってカスタマイザーの特徴を説明してあげると、まあ大抵この案内をすればカスタマイザーの画面それで実際に触ってもらうと、まあ、とても感動されます。なのでカスタマイザーで提供しておけば手離れが良くて話が早いと僕は思っています。まあ、個人の感想です。とここまででカスタマイザーを実装したウェブサイトの効率化について一例をお話ししましたが、まあ、やり方はいくらでもあるんじゃないかなと思います。カスタマイザー機能を活用すると制作効率も上がるし、運用保守作業も効率化できるし、テーマやプラグインの販売ビジネスにも利用できるかもとなんとなくでも感じていただければ幸いです。ですのでぜひカスタマイザー機能を日頃の制作活動に加えてみるという挑戦をしていただけたらなと思っています。とカスタマイザーについてはここまでで、ここからは僕の活動その2をお話しさせてください。今回お話しした内容ってカスタマイザーの機能を使った効率化の話だったり、まあ、売り方の話だったりするんですけど、これらの話ってビジネスの話じゃないですか。でこれらの話題を含めて、はい、ビジネスに特化したワードプレス本を単著で出版する企画が進んでいます。すいません、ちょっと設定ばっかで申し訳ないんですけど、まあ、まだ企画段階なので詳細についてはこれから出版社の方と打ち合わせをするんですけど、まあ、また本を書きますということでよろしくお願いします。そして、今回ご紹介したワードプレス公式テーマ2式のキャラクター制作が進んでいます。多分夏か秋頃にお見せできるとは思うんですけど、まあ、また僕のなんかブログとか、まあ、ツイッターとかでちょっと発信していこうかなと思っています。でそのキャラクターがもしかしてVR でなんか実体化するかもみたいな、 VR 上でなんか出るかもみたいな、そんな企画もちょっと進んでるんですけど、まあ、まだ未定なんですけども、まあ、VR が今とても楽しいんでせっかくならなんか絡めてみようかなと思っています。もう一つ、ワードプレスに関する、ご相談を随時僕の会社で受けたまっています。なぜかなんか僕東京から来たんですけど、まあ、なぜか僕お問い合わせいただくのが関西方面からの方からのご相談が多いんですが、まあ、ちょっとすごいとってもありがたいとは思ってるんですけど、ちょっと不思議だなと思っています。ちょっと理由をちょっとこの後の懇親会とかで解明できたらなとは思っています。ということで何かありましたら僕の会社のお問い合わせフォームをご利用ください。はい、ということで続きは懇親会でよろしくですということで、最後に質疑応答の時間があると思うんですけど、まあ、今回のセッションに関係ある質問のみ受けさつけさせていただけたらなと思います。でそれ以外の質問に対しては、まあ、この後今言ったんですけど、この後懇親会がありますんでそちらにで個別に私に聞いてください。ただ難しい質問には答えられてないかもしれないので、まあ、素直にいやちょっと難しいんで答えられないですねとお返事するかもしれませんし、
一旦持ち帰って回答するかもしれません。いただいた質問の内容によってどう反応するかを考えたいと思います。というわけで発表以上です。ご清聴どうもありがとうございました。やったかというと、コーデックスですね。ワードプレスのコーデックスとかハンドブックっていうのは、ほとんど英語のサイトなんですけど、それを読んで地道にその一つでやっていったって感じなので、記事化して全部シリーズ化してほしいとか、例えばですよ、画像のアップデートとかもアップロードとかテキストの変更とかもう全部そのカスタマイズザ API っていうカスタマイズ API っていうやつを使ってすることができるんで、ラジオボタンを追加とかチェックボックスとか全部やっぱり今のところ英語しかドキュメントがないんで、僕のブログとかでよければ1日1個ずつみたいなやつ1日かちょっと分かんないですけど随時公開していけたらなと思っています。希望がいっぱいあればですけどね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、分かりました。はい、他にご質問ある方。じゃあ、あとは皆さんのゆっくり懇親会です。そうですね、はい。じゃあ、本日の授業となります。ありがとうございました。皆さん